せーの、毎度みゆちゃいです。今日はうちの YouTube スタッフが地元北海道に帰ったみたいで、北海道土産を買ってきてくれたので、それを食べながらゆるっとみんなと話そうかなと思います。みんなと、まあ、みゆはいつもみんなと喋ってる気でおるから、まあ、みんなと話そうと思います。最近東京引っ越そうか迷ってて、その話も聞いてほしいの。3つ買ってきてくれてんけど、これディディン、これ知ってる人、もうめちゃくちゃ美味しい生サブレ、プラ生っていう生サブレ。そう、前回もスタッフが買ってきてくれた時にもう食べて衝撃受けて、うんまってなって、多分そのリアクションを覚えてくれてて、また買ってきてくれました。こんな感じ、ほら1個ずつ個包装になってって、生チョコ味とホワイト生チョコ味。じゃ、これマジでうまくて、濡れおかきの濡れサブレ版みたいな感じよ。なんかわかる？え、表現合ってますよね、これ。キャラメルの生キャラメルがあるでしょ？で、おかきの濡れおかきがあるでしょ？これはサブレの生サブレ。だから、なんかカントリーマームの濡れてる版みたいな。伝わらんか。ちょ、でもナイス美味しいね。で、もう一個が、これは、龍月っていう老舗のバスキューっていうチーズケーキ。で、それの期間限定のパンプキン味を買ってきてくれました。美味しそうじゃない？これ絶対美味しいの。見て、この絶対うまない？うわー、ほら、美味しそう。次こちら、ベベン若さ芋。これはみゆがマジで、あの芋が好きやからってことで、あの買ってきてくれたお菓子やねんけど、何か全く想像がつかん。よくわからん、何のお菓子やろ。あー、芋や、ちっちゃい芋や。なんかあれ、めっちゃちっちゃい焼き芋みたい。ほんなら、食べていきたいと思います。みーん、いただきます。若さ芋1個。なんかあれなんかな、なんか紅芋タルトっぽいのか。すげえ、お醤油の匂いするぞ。あ、で、割ったら昆布みたいなの出てきた。めっちゃ不思議な味。甘いと思うやん。あれっぽいね、うるもちになんか似てる。醤油何度漬けにもしたちょっと硬いお餅があんのよ。大阪だけかな、奈良だけなのかな。匂いがおかずなんよな。だってこれ何なん、このだってこれ昆布やろ。クラナマどっち行こうかな。衝撃受けたもんな、カントリーマームの濡れてるみたいな。いただきます。おいしい。次チョコ。マジうまい。なんかね、プリンみたい。え、舌トロントロンやん。え、おいしい。待って、これはやばい、これマジでやばい。うん、めちゃくちゃうまい。やばい、お土産のクオリティじゃない。マジでお土産のクオリティじゃない。ほんまに、あの、デパ地下で並んで買うやつ。うん、プロレーやん。やば。うん、で、俺やばい、病院なくなりそう。うん、落ち着いて。うまっ。北海道お土産ナンバーワンになるかも、これ。取り寄せできるみたいです。グロッ。これはやばい。みーん、最近さ、とうとうさ、ついにようやく東京に引っ越そうかなとか思っててさ、引っ越そうかなっていうか、引っ越さなあかん。一つは社長がマジでうるさいから引っ越してこいと。みーんが婚約破棄だ瞬間、東京に戻ってこい、東京に戻ってこい。でも耳にタコできる、もうイボウもできるぐらいにさ言ってくるの、社長が。毎回会うたびに、みーん引っ越しいつ、みゆ東京の家決めた、いつも言われるのね。あとさ、1個も2個も3個もこう仕事でこう目標を決めてんねんけど、その目標を達成するにはきっと東京にいなきゃいけないんだろうなって思うから、引っ越そうかなとか思ってんねんけどさ、やっぱりな、この東京おったらさ、ネクスターに出社する日数も多いし、仕事に使う時間が多くなるから、目標のためにも引っ越してもう仕事のみするしかないんかなって思って
東京に引っ越さなあかんことも分かってんねんけど、けど懸念してんのがまずマジで家賃高すぎ問題。もう家賃お化けよ。もうすごい東京。去年まで4年間住んどってんけど、東京に。その時住んどったのは 1K で築15年とかで、K が5、6畳あって、ルームの方が8、9ぐらいあった気がする。結構広ない？まあでもただ駅から遠いとか、それでも家賃8万5千とかで、今名古屋のうちに引っ越しして100平米近くのとこに住んでてなってるから、同じ平米数を東京で住もうと思ったらやっぱりもうえぐい。もうマジでえぐいって。もうだって普通に45万とかすんねん。無理じゃね？マジ無理なんよみたいな。もう一番はやっぱり心許す友達が名古屋大阪におるってこと。自分のメンタル度を保つためにも名古屋にいたいと思ってんねんか。東京はネクスターがおるし大好きやけど、仕事仲間なわけで。でもやっぱりそうやって本音で話せたりとか、なんか一緒にいて別に何もせんけど心休まるっていう人たちが名古屋にはたくさんおるし、もちろん大阪の方が多いけどな。地元の友達、両親で昔からのモデル友達。名古屋はさ、そもそもさ、大阪にも帰りやすい、東京にも行きやすい、名古屋がいいし、心許せる友達が名古屋におるから、あ、今日幸せやったなーって、幸福度こう高めだった一日送った時ってやっぱり友達とこう何かお酒飲んでたわいもない話してっていう日だったり、家族と過ごした日とかやったりするから、それが東京行っちゃうと、まあ、仕事漬けの毎日になるんかなとか思うと、休まるってことは居心地いい環境なわけなんだけど、名古屋でぬるい空気吸ってるって言われたらそれまでやし、甘ったれたこと言ってんじゃねえよって言われたらほんまそうやねんけど、何を幸せとするんだろうって考えた時に、これほんまに結構悩んどって分からへんねん。これマジで分からへんくて、これも結構オミと社長と喋んねんけど、ミユがずっとインスタグラマーとして YouTuber として有名になっていくことが伊藤美優の幸せなんかなって考えたり、家族と過ごすとか友達とこの一緒にいる時間が幸せなんじゃないかなとか思ったり、よくわからんね、伊藤美優の幸せってなんだろうかみたいな。有名になっていくことが幸せかって言ったらわからん。まあしかもなってみなわからんし、それもこれ成し遂げたいっていう仕事での目標があるから、それは多分きっと名古屋に住んだままじゃ厳しいのかなって思ったり。でももう葛藤してんのよ。行かなあかんけどめっちゃもう難しくて、まあ、東京に引っ越したからって友達関係が崩れるってことはないと思ってて、今から会おうやとかこうフラッとゆるっとな時間はやっぱり東京引っ越すとなかなか取られへんし、めっちゃ悩んでる。婚約のために名古屋行って、で婚約破棄したからもう名古屋におる必要ないやんなって、東京戻ろうかなって一瞬思ったし、社長も戻ってこいよって言われたけど、その時はもうメンタルやばすぎて、もうそれこそマジで東京行く選択とかなくても、自分のメンタル保つために今行ったら絶対潰れるからみたいな、自分のために今はまだ名古屋におらしてって言って、もうやそんな感じで1年経つわけやねんけど、むずいねんこれほんまに。どうだろうね、すっごい悩んでて、もうずっと3ヶ月ぐらいなんでねんけど、はよ決めろって話やねんけど、ほんまに東京にはな、夢に向かって目標に向かってほんま一日一日をもう1分1秒死に物狂いでもう生きてる人たちばっかりやから、そうだな、ここ東京に来た方がかな、今以上に多分もうほんまに必死に生きると思うんだよな、から引っ越しした方がいいかなと思いながら、自分の心とよく相談しようかなとは思ってんねんけど、みんなどっちがいいと思う？分からんな。もう幸せが何かもちょっと分かる。今はもちろん幸せやで、仕事があってこんな状況やのにさ、ずっとお仕事いただけて、でもう人間関係に全く悩むことなく、周りにはいい人たちに囲まれて、家族は健康やし、今でもむちゃくちゃ幸せやねんけど、まあ先のこと考えた時にどっちがいいと思いますか？東京に引っ越せ、名古屋におってもいいよってどっちやろ、分からんけど、引っ越しするとしても年明け、早くても年明けかなと思ってるから、もうちょっと様子を見、まあ物件も探しもって引き続き。これ何の報告マジで中身なくてごめんなさい、ただのミユのさガチ相談だって、もうてもうてごめんなさいそんな感じで
今日はめちゃくちゃガチめに語らせていただきましたが、北海道のスイーツは美味しいです。みみみみみみこんな感じでいかがだったでしょうか。口をもぐもぐしながらすいません。内容がなさすぎてちょっとガチ相談すぎて申し訳ないんですが、気になった北海道スイーツあれば言ったけど、これ案件でも何でもないからね。やったらもう案件くださいってもうここでアピールしたくないけど、案件でも何でもないねんけど、気になる北海道スイーツあったら食べてみてください。激推ししてたこれもお取り寄せ可能みたいなんで、北海道スイーツとかお土産でおすすめあったら教えてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もよろしくお願いいたします。ほなまた明日、バイバーイ。